ウィルソン・アルウィン、ベントレー・ベントレーによって撮られた写真。ウィルソン・アルウィン・ベントレーは、アメリカ合衆国の雪のアマチュア研究家、雪の結晶の写真家として知られる、バーモント州ゼリコーに、農夫の子として生まれた。学校教育としては、ゼリコーの公民学校を出ただけであった。15歳の時に、母が顕微鏡を通して見せた雪の結晶に魅了され、 以後生涯にわたって農業の傍ら雪の結晶の写真を撮り続けた。雪の研究のために彼が撮影した写真は全部で5381枚に上る。うちに1453枚の写真を収録したスノークリスタルズと題する写真集が当時のアメリカ気象学会の会長であったウィリアム・ジャクソン・ハンフリースの尽力により1 9 3一年の秋、 ベントレイが亡くなる直前にマックグロービル社から出版された生涯独身であった。その生涯を絵本化した雪の写真家ベントレイは1999年度のコールデコット賞を受賞している。ありがとうございます。